ほっこり、え、素敵みたいな。小説でふざけるってこんなパターンがあるんだとかね。そうそう、本タメ。さあ今回も本タメ始めていきましょう。あかりんです。まぐみです、うん、さて最近笑ってますか？そうですね、最近あばれる君の単独ライブ行ってきたんです。言ってましたね、行けてね、はいはい、笑ってきました。あ、よかったです。ハードカバーさんたちも笑ってますか？はい。ということで今日はあかりんの久しぶりの参戦です。こちらを持ってきました。ドン、思わず笑っちゃう本参戦。なんか広いな。ちょっとね、なんか漠然としちゃった。なんかありがとう、似顔絵まで描いてくれてありがとう。あ、これ匠さん、匠さん。笑っちゃってるこれ。お、これ笑ってなかったかな。もっとこうじゃないの。どういう笑いなんですか今日は。え、今日はどっちかっていうとウフフって感じ。あれ、ここまでってやっぱり本では結構難しいとは思うんですよ、うん、難しい。だって本落としてるもん、ね、その時点で。そうそう、こうなったらね、うん、なのでなんかこう読みつつウフってなっちゃう感じの本を持ってきました。はい、本ため1冊目ご紹介します。お、早い。こちら、角野栄子さんって作家さんのねねこさんの動物写真館っていう本です。初めて出した作家さんなんですけど、うん、この本ための中では、はい、めっちゃ有名な作家さん。何を書いてる人かって言ったら、うん、魔女の宅急便のシリーズを書いてる作家さんですね。レジェンドや。もうね、80過ぎの、うん、レジェンドですわ。そう、児童文学界のレジェンドの方が書いてらっしゃる本なんですが、うん、これはどっちかっていうと、まあ、大人向けな一冊です。で、これどういう話かっていうとですね、29歳のねねこさんっていうお姉さんがいまして、うん、彼女はお母さんがもともとやってた写真館を引き継いだ、うん、まあ言ってみれば写真家のお姉さんなんです、はい、うん、でもその写真館っていうのがちょっと特殊で、うん、あなたのペットの写真を撮りますよっていう写真館なんですよ。で、そう、その写真館に依頼に来る飼い主さんたちのお話が短編で14編かな入ってる。すごい入ってる。そうそう、だから本当に1話1話めちゃくちゃ短いんですよ、うん、でもそれ何が笑っちゃうかって、うん、普通ね、ペットとの写真を撮りますって、うん、まあ猫とか犬とか言ってもね、うん、そういうなんかちっちゃい可愛らしい感じじゃないですか、うん、結構変なお客さんが多くて、うん、例えばちっちゃい男の子が、うん、僕とキリンの写真撮ってって言ってくるんですよ。こうやってお小遣いちゃんと持ってきたからってで、そのキリンって何って言ってねねこさんが言ったら、うん、あ、本当にキリンと君の写真だねって言って撮るみたいな、うん、ちょっとそこをなのキリンがどういうものかっていうのをちょっと説明しちゃうと、もう本当マジ短編なんでオチになっちゃうからちょっと言えないんですけどあ、そこがキーなんだ。そうそうそう、でもちゃんとキリンとの写真を撮る、写真を撮ってあげる回があったりとか、どっちかっていうともほっこり系ではあるんですよね、うん、ほっこり系なんですけど、そこに来る依頼主さんたちのちょっと面白い感じとか、全体的にファンタジックな空気感がずっと漂ってるんですよ、うん、だから笑っちゃうって言ってもこうなんか爆笑とかじゃなくて、うん、ほっこり、え、素敵みたいなうふふってなっちゃう系が14編入ってるんで、なるほど、なんかね、会社に疲れたりとかしてて、うん、もう最近笑ってないなって人はこういう本を読んでうふふってなんて欲しいなっていう一冊です。あれじゃないですか、公開収録で質問あったじゃないですか、うん、そうだ、温かいこれじゃない。確かに、でもそれの後に読んだんだよね、これ公開収録の、うん、じゃあその時にはおすすめできなかった。 その時はだからやっぱバイブスぶち上がる系で、うん、レペゼンハマだったそう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 趣旨分かりました、分かりました、はい、こういう系、まあ一冊目はこういう系、うん、うふふって感じでした、はい、まあ一冊目でした、はい、はい、じゃあ2作目はレペゼン母かなバイブスぶち上がる系3選になっちゃったねよし、じゃあ2作目こちら、赤瀬川源平さんの妄想科学小説で1冊です。いいタイトルじゃん。いいでしょう、うん、これね、今年の春ぐらいに、うん、八重洲ブックセンターさんで、うん、なんか好きに本買ってくるみたいな企画あったじゃないですか。ありました。あの時に見つけた本。買ってたっけ。買ってた、うん、買ってました。で、内田さんがすごい返すよね。そう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 なんですけど、この赤瀬川源平さんって人は前衛芸術家さんなんですよ、うんうん、でもう今はもう亡くなられた方なんですけど、有名なハイレットセンターっていう前衛芸術集団があって、そのうちのメンバーの一人、うん、で超芸術トマソンってわかります？うん、一言もわかんないなんか世の中にある建物とかで、うん、
ここにこの階段いるみたいな、なんか階段だけ壁の横にあるけど、うん、その先行き止まり壁になってるよねみたいな、なんかそういう意味のない建築物とかのことを超芸術トマソンって言うんですけど、うん、そうなんだ。そう、それの名前をつけたのってこの赤瀬川さんなんです。てか赤瀬川さんってハイレットセンターだから、まあどちらかというと芸術家として有名な方が、うん、実は小説も書いてまして、うん、それの短編集はこれ。才能溢れちゃってね。本当にそう、うん、しかもその小説いろいろ書いていくうちに、うん、そのお通じ勝彦っていう名前、うん、だから別の名前で作家活動もして、うんうん、その結果芥川賞まで取った人なんですよ。ついでに取んのやめてよで、これが何が面白いかって、そのめっちゃ短くて全部で35編ぐらい入ってるんですね。短い、この中に多い。そう、うん、で一個一個が本当になんかね、ちょっと妄想して面白いこと妄想しちゃったみたいなことがいっぱい入ってて、うん、例えばすっごい優柔不断な男がお蕎麦屋さん入って、うん、うわ今日何食べようってずっと悩んでるだけの話とか入ってるんですね。科学どこ行った？あ、科学的じゃないと。いや妄想もどこ行ったちょっとこうSF、うん、ちょっと変な話が多くて、うん、例えばあの吉祥寺に自分の家がある男の人が、うん、ようやくお風呂が入ったぞ、手に入ったぞと家に、うんうん、って言って、お風呂があるのが中野だから、そこまで電車でまず行くんですよ、うん、でお風呂に入ってまた電車に乗って家に帰るんですけど、うん、普通家って自分の部屋とお風呂をつなぐのに廊下があるじゃないですか、はい、じゃあ廊下も借りたいなって言って、うん、不動産屋さん行って廊下借りれるところないですかねって聞かれたら、あ、アビコですねって言われて、あ、アビコかってなる話とか。家くっついてない。家くっついてない。家のパーツ集めてる。部屋とお風呂とこの辺に廊下みたいな。何してんのっていう、読んでるといやこれおかしいでしょみたいな。ああ笑っちゃうもん、ね、そうそう、なんかふふっていうかくすってしちゃう。ああ私マジすぐ読めるんで、うん、ぜひぜひ読んでみてください。で気になった人はぜひ赤瀬川源平さんのそのトマソンとかハイレットセンターの活動とか見るとめっちゃ楽しいの多いんで、うん、現代アート好きとしても、そう、おすすめです、うん、本ため。じゃあ3冊目こちら。あ、はい、独創短編シリーズ野崎窓劇場っていうことで、まあ、タイトルからも分かります、はい、野崎窓さんの作品です。はい、そんな笑える作品あるんですか？いやこれやばいよ。なんかちょっと前にたくみさんと小説でお笑いをやるっていうのは難しいんじゃないのかみたいな話したじゃないですか、うん、はい、なんかそういう爆笑できるってか笑える小説って難しいよねみたいな、うん、これだって思った。今回のこの企画を考えた野崎窓さんがそれやってる。いやもうね、野崎窓さんがただただふざけてるだけの短編集なんですよ、これ私初めて読んだ時にこの人何してんだと思って、なんかやっぱ野崎窓さんってさ、その例えばタイタン、タイタンとかでね、こうなんかちょっと、うん、近未来のお話で、なおかつこう人類に対して働くとはどういうことかっていうものを示したりとか、うんうん、前にあのトラウマになっちゃう本参戦みたいなやつでご紹介したのが、うん、なんだっけあれタイトル、バビロンだ。バビロン、バビロン、はい、あ、バビロンあった、バビロンだ。あれはすごいそのなんか重々しい正義と悪についても描いてましたけど、うん、その野崎まださん実はね結構ねふざけた本も書くというか、もうそのイメージがない、ね、ふざけてらっしゃることがあるんですね、うん、もうそれをねギッチギチに詰めたのもこれです。だって野崎まど劇場って言ってもそう、なんかすごい匠さんに読んでほしい短編この中に1個あって、はい、じゃあそれ紹介してください。将棋のプロ棋士が、うん、本当プロのね、うん、この1曲みたいな時にハムスター連れてきてるんですよ、うん、よくない。そうで、うん、そのハムスター連れてきた人と、まあ、もう一人のその棋士の人が対局してる様を、うん、こう中継みたいなのあるじゃないですか、うん、ここにさパネルがあってこうやって解説する、解説するよね、そうそう、それの形で描いてる一編があるんですけど、はい、その形で描いてる一辺。ハムスターどこ行ったの？いやだからハムスターも出てくる。ハムスターを連れてきた騎士ともう一人の騎士の人の一曲をこの解説形式で表してる、うん、解説形式で表してるって何？どういうこと？あ、だからあの今日はこの二人でお送りしますみたいになって、そっちが書かれてるってこと？はい、そう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 、あのセリフが書かれてって、はいはいはい、で途中であの将棋の盤みたいなのもこうイラストとして出てくるんですけど、もう崩壊してくるんですよ、将棋じゃなくなってくる。そうそうそう、ハムスターの乱入があったりとか。なるほど、中止だよ。そうそう、途中でボーリングの球出てきたりとかして、うん、っていう様が描かれてる一編があるんですけど、うん、
なんだろう、こうピン芸人の人のフリップ芸みたいな、そうそう、なんかこうなってきますこうなってきます、うん、みたいなのが小説のその文章とプラスイラストで表されてるのとか、西部劇のガンマンの打ち合いの話があるんですけど、それもタイポグラフィーって言って、あのほら文字がこう図で表されてるみたいな文章の中で、それでこう打ち合いをしてる様がね文章で書かれててね、確かにちょっとふざけてるっぽいそうだからこれもだから短編なんでめちゃくちゃ本数入ってるんですけど、全部ふざけてて、ようこんなの本一冊にまとめて出したなみたいな。だからなんかその本当に本でお笑いをやるとかって難しいと思うんですけど、それがマジで成立してるのがこの本だと思います。ついに見つけたんだ。ついに見つけた。小説でふざけるってこんなパターンがあるんだとかね。そうそうそう、さっきのこれもまだよく分かってないからね、こうやってシュン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 ってなるのがね書いてあるんですよ、シュン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 ってこれあかりんが今何言ってるかマジで分かんないと思うから、みんな読んでみてください。見ないと分かんないです、そう、こんな笑いながら言ってるのが、あかりんがただふざけて紹介してるんじゃなくて本当にそうやって書かれてるんですよ。ふざけてるものを紹介してるから変な感じです。そう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 、なのでぜひあの一旦ねみんな読んでみて、それでおただ本当にふざけてるだけじゃないかってなるかもしれないけど、それが野崎まどさんの力だと思うんで、ぜひ皆さん楽しんでみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、俺も本当笑えそうなものです。いや笑えます、笑えます、一番最初のはウフフって感じだけど、2個目はなんかエヘって感じで、これはウフフってアハハって感じで、全部違うところ、そうそうそう、はい、ファンタメ、はい、思わず笑っちゃう本参戦、よかった、間違いないですね、間違いない、そう、ちゃんと思わずって感じだからちょうどいいと思う、ぜひ皆さんもねお仕事とかでお疲れかもしれませんので、そういう時にこういう本でちょっとねこうクスッとしてもらえたら嬉しいです。はい、はい、ということでこの動画が面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、あとコメントよろしくお願いします。お願いします。あとツイッターもやってるんでフォローよろしくお願いします。はい、ということで次回またお会いしましょう。バイバイ。たくみさんも読むならどれが良かったありますか。まあ、あの最後ピン芸人っぽいって言ってた、フリップ芸、はい、野崎さん、まあ、あのザジー好きなんで、はい、なんそれでもそういう感じに思えた、そういう感じだと思います。盤面がどんどん崩れていくとかっていうのはザジーっぽいそうかも。すごい比喩だ。分からない人はちょっと検索してみてください。ザジー知らないと思う